はい、どうも、はじめましての方は、はじめまして、他の動画をご覧くださっている方は、今回はバイオハザード7続きプレイしてまいります。猫です。というわけで、前回休館にやってまいりました。で、ここなんだけど、お、アイテムあった。で、ここは？あー、鍵かかってるよねー。で、これは？ボーイエ、また2階に忍び込もうとしたわね。また、私が気づかないってとも思った？エブリンがあんなことになったっていうのに、あんたは妙な薬のことばっかり。手癖の悪いお前のこと、どうせ私の祭壇にでも、あさりだったんでしょう。私の不神聖な祭壇はダメ、誰にも触らせない。もし祭壇に触ったら、お前の胸を切ようとして、夕食の不定期にしてあげる。お母さんも頭の中がいっちゃってますな。あ、でな、あれ？前回であれじゃなかったっけ？クランク回さなかったっけ？オッケー。でも、こっからお母さんが出てくんだよね。で、なんか一つ調べたら、なんか、これが作れるようになってんだよな、鍋か。燃料。っていうことは、火炎放射器がないといけない、いけない感じ？それはいいとして、その肝心な火炎放射器のパーツが、どこにあるのかが全然わかんないっていう。うわぁ、虫いる。わし、どこに行けばいいんだろう、これ。あ、鳥忘れ。まだこの奥に何かあったとか？なになになに？いやー、特に何もないんよなー。急患で血清を探すとしか書かれてないんだよね。なんどこにあんだか。パーツパーツ。あ、そういえばこれ。そう。ちょっと今からでも壊せるところは壊していこう。あのお母さんの後に続いていくと何かあるとか？ああ、でもそこに。ちょっとこれだけでも壊しとく？いやー、でもこれ壊しづらいんだよなー。いや、でも、しょうがない。で、残りは、ショットガンで一気に決めちゃった方がいいか。ポポに見つかった！逃げろ！すっげえ口悪いな、あのババア。俺よりひでえぞ、あれ。あ、バーナーの設計図。設計図があったところでな。なんか手に入るもんがわかるとか？これ。やっぱ特にないもんね。とりあえずあのババアいなくなった？てかもうハンドガン弾しかねえよ、もう。え、まだいる？あ、よし、いなくなった。
外が開いてく？ああ、それっぽい場所に来てみたわものの。あ、なんかある？いや、これまたあれじゃないの。中に虫びっしり詰まってるやつじゃなーい。じゃなーい。やった。やった。キーピックが手に入ったよ。で、そこにババアいるんでしょ、どうせ。あ、いるわ。あと、あれ、破壊しないといけないけど。どうしよう。もう、ショットガン弾もないんだよな。とりあえず、キーピック使っちゃって。早く。え？何これ？いやー、回復薬でした、ただの。これどうしよう。もうショットガン弾ないしな。ショットガン弾作っとこっか。そしたら、ショット、ショットガン弾作れない。ま、マジ？ あ、いや。怖っ。どうしましょう、これ。あっちまで走れば何かあるかな。虫ファン出てこないでね、お願い。オッケー。ここになんかあったー。よし、これでショットガンに頼らなくても生きていける。ちょっと待って、閉めといて。これで、あ、アイテム選び、合成、違う、これじゃない。やったー、火炎放射器だー。え？これで、どうする？ババアから燃やす？早速。わお。お手製もいいところだろ、これ。とりあえず、そこの、やつ、壊しちゃおうか。これぐらいで届く？ちょっと、話違う。ん？これはもう壊れたのかな？これで。あ、まだですね。オッケー。あと、でっかい虫は、普通にナイフで殺そう。邪魔だ。早く。あ、まだいるな。止まれ！早く止まれ！ちょっと待って、意外と壊すのに結構かかるのね。マジかよ。やっべえよ、もう体力黄色だよ。さすがに回復薬使おうかな。2個手に入ったし。あ、もう1個手に入った。あー、でも黄色だったらまだ使わなくてもいいんじゃないかな。お、何これは。あ、バーナーの燃料、嬉しい。アンティークコイン、さらに嬉しい。これは？モテなーい。 マジかよ。もうクランク使わないかなー。あー、でもなんか使っちゃおうか。1個だけあれ使っちゃおうか。バーナーの燃料がいるかなー、この先。どうしよっかなー。バーナーの燃料、バーナーの燃料。そうですね。ここら辺はバーナーの燃料使っといた方がいいかな。なんなんだよ、カラスの狩りって。趣味あれにも程があるんだろ。あ、リロードできる？リロードしとこう。お手製だからもう完全にあれなんだよな、これ。家庭用のなんか、その簡易コンロの燃料みたいなの使ってんだよな。あ、ババアいる。早く行け。向こう行くなよ。右右。あ、そうです。アバース。
だよね。そうだ。ここの連中もあれか。あ、オッケー。あ、拾えない。ちょっと一回、アイテム炙っててこい。確かこの下に、あ、この下ないんだ。あれ、どこにあったっけ？さっき。あれ、どこだったっけ？前回アイテムボックスとかあったの。あ、この先だ。よりにもよってこの先でした。おお、なんかめっちゃ燃えてね。あ、まだ生きてる？あ、オッケーオッケーオッケー。気持ち悪い。 もう定期的に気持ち悪いな。何なのこれ。あ、これは燃やせないんだ。あ、そうか、この先か。どうしよう。アイテム、いやー、武器らんないよね、この感じだと。アンティークコインぐらいは炙りたいんだけどな。ダメ、ダメっすか。あー、やばい、ババいた。 ちょっと待って、向こうに移動すんの見計らって。よし、今のうち。うわっ、やばい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 、や
やべえ、アイテムあぶりに行くだけのつもりのハブが結構ダメージ食らったような気がする。まあ、いっか。OK。クランクさん使うかな？で、あそこで1個手に入るみたいだから、回復薬1個使って作っちゃおっか。そしたら。だね。OK。で、クラフトで1個作って、あと預けられそうなものは、とりあえず、これも預けちゃうか。この単体で使ってもしょうがないし。アイテムファッチもとりあえずはいらないや。こんなもんか、とりあえずは。はあ、やってらんね。あのババア、感知スキル高すぎでしょ。これこっちからいける？あ、やだ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 、ゴバック、ゲバック、ゲバック。うわあ、でもあっちはあっちで虫がいるのか。いや、目つぶっていこう。何もいない、何もいない、何もいない、何にもいない、なんかすんげえ羽をったのみたいなの降ってる。気にしない、気にしない。ええ、見ちゃった。ちょっと一瞬だけ見ちゃった。気持ち悪い。で、ちょっと遠回りになりますが、ちょっとアイテムだけ回収させてください。あのキッチンのアイテムは欲しい。まあ、最悪ここら辺はあれな、早送りにしてもいいんだけど。さてと、ババアいる？目の前にいた。ああ、気持ち悪い。OK。行った？オッケー。さーてと、ついにじゃあ、カラスの狩りで2階に行きましょうか。
ちょっと待って。念のため、燃料もうちょっとあった方がいいかな。いや、200発近くあれば十分かな。大丈夫かな。まあいいね。ああ、バッカー！ああ、おばあちゃん！ え？何？おお、びっくりした。こういうあれなのね。はいはいはい。やだやだ。ばばあ。ウルフィー、早く死ね。うわ、ババアが落ちてった。え、なに、なに、なに、なんなの。え、なに。え、ちょっとどうしろっていうの、どうしろっていうの。めちゃくちゃ痛い。あ、上がれたのね。はい。え？うわぁ。ちょっと念のため服っとこう。こわ。一本、一本で足りるかな？てか一本しか膨れねえんだな、これが。4。あ、オッケーオッケー。マジでびっくりした。まさか瞬間医療使ってくると思わなかったから、マジでびっくりした。このタイミングでそれやるか。なんだ？ターゲット。ん？うわ、なにこれ、気持ち悪い。は？隊の結成について以下の恩をことで結成を生成が可能である。 D 被検体、脳神経、 D 被検体。ん？なんだこれ。 I think that's it. あ、これのことでいいの？でも手に入れてないけど。これまたしかも電話かかってくるでしょ、ミヤちゃんから。あ、じゃあボーイちゃんか。I just got done dealing with your mom and her fucking bugs. 本当だよ。いや。Sorry about that. What about the serum? I haven't found any. But I did find out we need to make one. A D series head and an arm. This can't be right. The head? I think I have that around here somewhere. 持ってんの？ I don't know about the arm though. Have you searched the whole house? No, not yet. I still need to check the second floor here.お、ついにボーイちゃんに会える。会えるのはいいんだけどさ、これさ、絶対お母さんまだあれだよね、死んでないよね。あれなんだこれ、何、呪いの人形。一日中ひどい耳鳴り、夜も眠れない。あの子は来てからだ。ゾーイの言う通り、あの子はどっかおかしい。一緒に来た女も。どうなってるの？あーとか。あー、奥さんのお部屋ってところかな？あー、バーナーの燃料嬉しい。あー。なんかいるぞ、そこに。
あれ？ああ、ただの虫か。ダメだ、虫に過敏になってる。はあ。オッケー。お、アンティークコインまたゲットしちゃったよ。もう多分1個分はアンロックできんじゃないかな、これだったら。あら？開かない？開かない。あ？なんかを振り下げる感じか。天秤と扉は反応してるよと。じゃあなんか持ってこないと。なんかあったっけかな、この人形。いや、じゃないもんな。この父入り持っててないの。ダメか。じゃあこっちになんかあるとか。いやー、もういつでもお母さんが襲ってくるんじゃないかっていう気持ちでいっぱいなんだけど。この中になんか、いや何もないもんね。いやー、虫は勘弁して、これ以上は。あら？なんか振り下げるようなもんないもんな。うん？いやー、特にそれっぽいアイテム持ってないんですけど、それは一体。なんか見逃してんだろうけど、なんだろう。これか？あの、振り下げられそうなアイテムはいっぱいあるはずなんだけど、どれも使えないっていう。一回戻んなきゃいけないとか？一回戻んなきゃいけないような感じなんだろうけど、この下にババアが行ったっぽいんだけど、追いかけたらやばい。なんか振り下げるようなアイテム、それとも全部2階にあんのかな。あと気になるっちゃ気になるんだよな、この先。なんか落としたのが。行ってみる？あ、いや、特に何もいないか。ダメだ、すんげえ今、奥でなんか潜んでんじゃないかと思って。まあ、いるわけねえか、さすがに。はいって。さてと、でぶら下げるようなアイテム、アイテム、あ、さっきのババアのランタン下に落ちてたりする。あ、違う、下に行く道ができてる。What the fuck? Well, that's special. 完全にババア虫型に変形してんじゃねえかよ。
行きたくねえよ。もう分かってんのに行くとかバカなんじゃないの。もう適当になんか適当なもんぶらさりようよ。そこでいいじゃないか。もっともっとあれだよ、あのその方法性を働かせて。イーファン頼むから。あ、なんか反対側に来たな。待ってるよこんなの。わかるでしょこれ。わかるんだよ、イーファン、そういうことを。どっちから行こうかな。お、なんかし、またお宝の写真か。今度はタバコが、増える便器のところ。ちなみにこれって戻れますか。お、ちょっと待って、今なんか、おう。やった、戻れる。わーい、わーい。ゾイちゃん、多分まだいない感じだよね。いやー、まあいい。いいか。あ、ボーイのブラジャー。ちょっと待って、じゃあそしたらアンティークコイン、あ、違う、よし。さてマグナムもあんだよな。あ、アンティークコインまた新しく出た。おっと、マグナムか。こっちかなんだっけ。銃のリロード速度アップ、体力の上限アップ。ちなみに、あ、書いてある、3つ、こっちが5個、こっちが9個。現在6個ございます。あ、ちなみに汚れたコインもこれに使える。そしたら、あー、まあ順々に取っていきましょうか。こっちからかな。これで、あ、使えた。やっぱ汚れたコイン。ユッホー。あれ手に入んない。あー、オッケーオッケー。じゃあー、いや、ダメージ負ってからでいいかな。そしたらどっちに、いやー、やっぱスタビライザーからでしょう。そしたらあと1個手に入ればこれで、うん、手に入るような感じだね。オッケー。というわけで、じゃあ今回はここまでで、で次回も虫とかしたお母さんとの対決になるのかな。ではこれにて終了いたします。それではまた。